はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の接線丸2をお送りします。で、前回からね、接線が始まってこれで2本目です。で、今回はポイントもなしで問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、接線絡みの問題、前回もね、ちょっと2パターン2つやりましたけど、結構いろいろあってですね。で、まず今回1番は、曲線が書いてあると。で、その上の点1のマイナス4における接線をやったじゃないですか。ホニャーにおける接線って公式でやったんですけど、接線に垂直な直線の方程式を求めに行きます。いいかな。これ覚えるとすごい楽なんですけど、一応ちょっとね、たまに出てくるんでやっていきます。で、どういう状態かっていうと、今回曲線がね、y イコール x3 乗マイナス 5x なので、3次関数なんですね。で、3次関数、グラフ、何パターンかとかいろいろあるんですけど、主に、多分ね、これちょっと違うと思うんだけど、確認してなくてごめんね。主に、こういう感じになります。こういう感じ。もちろん逆もあるけど。で、今回、これはね、架空で話しちゃってるけど、例えば1のマイナス4がここだとしたら、ここにこうやって接線があるでしょ。で、接点があるんですけど、求めたいのは、こいつに垂直な直線だから、これになります。垂直な直線。つまり、これを求めてるんだと思ってください。で、一応ね、名前もあって、これ、接線に直線。これのことを、方線って言います。方線ね。おまけ程度で覚えておいてください。方線。で、何が楽かっていうと、実は、これ、まず、接線求めようと思って、普通にやっていってください。で、接線は前回やったので、まず、これを微分すると、y' イコール 3x2 乗、マイナス5になるよね。で、x 座標に入れればいいから、普通にね、接線の傾きだよ。だけやろうと思ったら1を入れるから、マイナス2になるんです。で、これちょっとあれだね、90度になってないけど、これ中学校の時からやってるように、直線と直線が90度、つまり垂直に交わるときっていうのは、傾きと傾きをかけたら、マイナス1になるんだよね。これ中学からやってるやつ。傾きと傾きをかけたらマイナス1。つまり、今から出したい方線の傾きっていうのは、こいつと、じゃあここちょっと四角にしようか。いい？マイナス2かける四角がマイナス1になればいいんです。で、これを満たすの何かって言ったら、これ2分の1だよね。かけたらマイナス1になるから。つまり、方線の傾きっていうのは、今この問題においては2分の1ってことがわかります。で、傾きさえ分かっちゃえば、あとは前回やった接線の公式と同じなのをやること。で、どうやるかっていうと、接点書いてあるじゃんか。だから、y から y 座標を引くので、プラス4です。イコール、前はここに接線の傾きが来たんだけど、今は方線の傾き持ってきてください、同じように。2分の1って。で、カッコ、x から x 座標を引くので、こうなるって。で、あとはまとめると、y イコール2分の 1x、ここマイナス2分の1になって持ってくるから、くっつけるとマイナス2分の9。これで終了となります。で、多分、教科書はあんまないかな。ワークとか問題集によっては、その方線のね、公式もあるんだよ。で、接線と同じような感じで、ちょっと口でごめんね。あんま俺それ公式、幼い人なんで、あれなんですけど。例えば y-f'a か、ここまで一緒ね、イコール前は f'a こうだったの、接線の時右辺がね。でもこの部分がマイナス f'a 分の1ってなってるんです、方線の場合は。で、これなんでこうなるかっていうと、
こいつの傾きとこいつの傾きをかけたらマイナス1なんで、だからこうなるよって。もちろんこう覚えてもいいんだけど、接線と方線垂直なんでしょって、じゃあ傾き同士かけたらマイナス1になるんでしょってやればそんなに苦労しないので、だから別に自分は公式押さないんですけど、そこまで。まあもしね、そっちの方がいいよっていう方がいればそれでも OK です。別にそれは強要はしないので。よいしょ、いいかな。まず1個目はこんな感じ、方線ですね。で次が曲線書いてあります。で直線 y=2x-1 が接するんです、これと。つまり接線が書いてある。もう接点ないけどね。でその時ここに A があるので、こいつを求めようというタイプの問題です。でこっちの方がちょっとめんどくさい、これに1番に比べるとね。でどうやっていくかっていうと、まずこれですね、まあ y' もちろん使うんですけど、これね微分するんで、その前にまた文字を使って置いていきます、接点を。で置いていくんですけど、これね、前だったら t を使えば t のほにゃららって置くんですよ。でこっち a が入ってるんで、まあ、こっちで置いたりすると思うんですけど、実は x 座標しか使わないんですこの問題。だからもちろん全部置いても構わないんですけど、今回は x 座標だけ置きます。もちろんね全部置いても×にはならないけどね。座標をまあ、t 使いましょうか。こっちで t が好きなのでね。接点の x 座標を t と置きますと。で、どうするかっていうと、まず微分します、こいつ。で、微分すると、y'=3x2+a だね。で、こっから2つ式作っていく。で、まず1個目なんですけど、これ3次関数です。だからさっきと同じ、こういう風にカーブをすることが多いんだけど、一応ね、ちょっとグラフ確認しないんで申し訳ないけどね、ちょっとこうしとこうか、3次関数で。でそれが、まあ、接線がこれかなので、まあ、ちょっと場所ね分かりやすくここにしておきましょう。こう持ってください。ここ接点がありますと。で今接点の x 座標、つまりここの x 座標を t って置きました。ちょっとこっちはね置いてないんで、ハテナにしてください。今はね、あごめん、右切れてたな。そんないなかった、右側が。これで入った？あ、入ってない。ごめん、ちょっと待ってね。下げようか。ここの x t で y 座標分かんないんで、ハテナね。あ、OK だね。ってなってると。で、この接点っていうのは、もちろん3次関数上の点でもあるし、こっちの直線上の点でもあります。つまり、どっちにも x 座標 t を代入することができます。で、代入をしたら、もちろん y の座標は同じでしょ？つまりここに t を代入するじゃん。そうすると y=t³+at+1 っていうのが出てきます。それはこの曲線の y 座標になります。 y イコールだから。でこっちも同じようにやると y=2t-1 になります。これは直線の y 座標です。でもさっきも言ったように、ここ接点ね、ちょうどくっついてる時なので、こっちの y 座標もこっちの y 座標も同じでしょ。同じ場面入れてるから t で、だからこれ同じになります、絶対に。これが1個目の式で、もう1個は今微分しました。で接線の方程式を全部求めてもいいんですけど、ここ傾きだけ勝負します。でちょっと思い出してください。接線の傾きっていうのは微分しました、接点の x 座標入れましたって、それが傾きなんでしょ。ってことは今それを入れるとね、 3t2+a になります。入れただけです。これ傾きなんです。でそれが接線の傾きになるんだから、接線の傾きになるのはこれでしょ。こいつ接線だから、つまりこれ2になるんです。今で、あとはこれの連立方程式を解いて終わりになります。いいかな。で、まあ解き方は下をね a イコールって直したのが楽だと思います。ちょっと t で勝負するとめんどくさいので、だからこれをまず a イコールこっち持ってきて -3t2+2 ってしましょう。でそれをここに代入するとこれも結構めんどくさいけどね。じゃあいきましょう。ちょっと代入すると t の3乗で、ここ t を配ればいいから
マイナス t の3乗プラス 2t プラス1持ってきますもん左辺に、マイナス 2t プラス1イコール0、忘れないよね。でまとめましょうか。どうですか、ここマイナス 2t2 乗、これ下入ってるようになるね。 2t2 乗で消えるね。で、あ、2になるからこれあれか、待て待て2乗じゃないっつうの、3乗だわ。これ右辺に持っていくか、こうだねのがいいかな。で t の3乗イコール1です。 OK ね。で今これも実数範囲で考えてるので3乗が1になる、1で合ってる、3乗が1になるのはちょっと待ってね、 t の3あってね、1だから t は1か、こうなります。いいかな、ということで t は1だと。で t が1なのでここに入れるといいね、t を1入れると a イコール解いて、つまり a イコール、あ、これ a 答えだからこんなちっちゃいの書いちゃダメだね。 t が1になったのでつまり a イコールここに入れてマイナス1と入った。 OK、 これで終了となります。いいかな、まずねこの2つのパターンはこんな感じでぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数2の接線丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回が接線最後なんですけど、次回は1個だけです、問題1問なんですが、共通接線の問題やっていきます。よく出てくるやつね、それを1問だけ取り上げますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。